ピリッとしてる。最初甘さがわーっと甘いんですけれども、その後にピリ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 と辛みが押し寄せてきます。コリアタウン、해외에위치한한인타운혹은한인촌을말합니다최근한류의인기는세계어느곳이든이코리아타운역시관광지로만들었는데요이게가장강력한곳이바로일본입니다특히팬데믹당시한국으로여행을가지못하자일본인들특히10대에서20대젊은층이대신찾으며엄청난인파가몰려화제가되기도했죠최근에는기록적인엔저현상으로해외여행대신코리아타운을방문하는사람들도많아졌다고합니다많은분이일본코리아타운이라고하면도쿄신오쿠보를떠올리지만오사카에도역사깊은스루와시이쿠노코리아타운이있습니다해당지역은일제강점기시기에일본으로건너온조선인노동자출신들이주로거주하던곳으로한때빈곤과차별의상징이었으나한류붐이후에는제일동포를비롯해일본인들이열광하는오사카의관광명소로떠올랐죠그럼현재오사카코리아타운은어떤모습일까요오늘소개할영상은이오사카지역방송국인테레비오사카가2024년6월30일해당지역을투어하고소개하는내용을담은것으로영상의제목은스루아시오사카코리아타운에서화제의가게를탐험해보았다입니다영상을보면익숙한브랜드도보이고한국에서대인기라며극찬하는데이게정말인가싶은것도보이는데요현재일본오사카사람들은코리아타운을어떻게즐기고있을까요또얼마나우리나라와비슷할까요트루코리아와함께보시죠本当に美味しい食べ物が多いですから誘惑が多いです大阪コリアタウンこちらですシンジョントッポッキさんですこのお店で人気なのがラーメンとトッポッキを合わせたラッポッキ楽しみです行ってみましょう今話題なのはロゼラッポッキ、うん、すごいチーズの量ですねもう覆い尽くすようなチーズです美味しそうチャルモケスミダあーいい香りチーズが絡んでますよーどこまでも伸びるチーズうーんいい匂いピリッとしてる最初甘さがわーっと甘いんですけれどもその後にピリ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 と辛みが押し寄せてきますすごい甘辛です甘辛トッポッキーも一緒にいただきますうんうんうんロゼとトッポッキーの組み合わせが抜群ですまろやかな甘さです止まらない世界共通のトッポキです辛いのが好きな方そしてマイルドな甘さが好きな方どちらの方も楽しめるお料理だなと思いましたかわいい キムさんこのヌビバッグっていう、はい、ヌビってどういう意味なんですかヌビねこういう生地をヌビって言うんですよこの、 メイン素材のヌビにこの糸でバババってなってるじゃないですか、はい、こういうのがヌビの素材なんですけどすごい丈夫であったかいんですよ韓国から流行りだして、はいはい、で日本に流れ込んできたって感じですねでこのチャームも可愛いですねこのチャームね一点一点でハンドメイドで作ってるものなんですよお酒の瓶のもあるんですねそうなんですよ、はい、おしゃれこれお酒好きの方にはたまらないですよねたまらないですねもうすぐ飲めるような本当になんかちょっとなんか酔っ払ってたら間違えてなんか口に運んでしまいそうな韓国で人気で今日本でも話題のパンを食べに来ましたアトリエ K さんですじゃーん小熊パンです小熊さつまいものパンほとんどさつまいもと見た目同じじゃないですかですねお餅みたいにビヨーンって伸びるんですよあ、ほぼお餅あ、来ました来ましたじゃーんさつまいもだもうほぼさつまいもじゃないですかこのなんかこの芋感すごくないですかお芋感が本当にリアルですう
感じだ。さらに今回はですね、こぐまパンプラスこちらです、カムチャパンです。カムチャがじゃがいもという意味ですので、ほらじゃがいも感あふれません。だーぎっしり詰まってます。天才的ですね。こぐまパンが甘かったので、こちらカムジャパンでちょっと塩っぽいの食べたいなってなった時にもバッチリ。このこぐまパンとカムジャパンなんですが、韓国では定番のパンだそうで、日本でもどんどん増えてきているようです。私11時頃の開店の時間帯に来たんですが、もう開いた瞬間も皆さんもひっきりなしにお客さんが訪れていて、すごい人気でしたよ。鶴橋駅の近くにやってきました。こちらのユンカフェさん、ここでも今話題のスイーツがいただけるということなんです。こんにちは。あ、すごい。こちらがもしかして今話題のダックワーズ。フランスのお菓子なんですけど、こちら小麦粉を使ってるんですけど、うちがアーモンドパウダーと卵白とあと砂糖を使用して、小麦粉使わずに焼いてるお菓子になります。韓国に本店があって、それが大阪に新しく出した2号店になります。このチョコレートヌテラストロベリークリームチーズも一つお願いします。ダックワーズです。うん、甘い香り。誰もけすみだ。まずはアイスアメリカーノからいただきます。あ、いいですね、この苦み。甘いものが食べたくなります。周りのもちもち感に驚きました。ちょっとサクッとしても見えるんですが、周りサクッとしてるんですけど、中がもちっとしていて、このギュッともちもちもちっと感がちょっと詰まったギュッとした、この食感やみつきになります。合いますね。韓国のカフェの魅力といえば、なんといってもそのスピード感だなと思います。どんどん新しい商品が出てきますし、もうワクワクが止まらないなと。次は何が出るんだろうって、本当にもう飽きさせないのがすごいなと思います。次は何か。爽やかな生のフルーツをふんだんに使った韓国で人気のフレッシュジュース専門店ジューシーさんです。中でも一番人気の商品がこちらのいちごバナナ、タルギバナナ、韓国ではタルバーというそうです。いちごバナナです。フレッシュ。おー、いちごの甘みがすごい。あー、幸せ。爽やか。塩なだ。ほんとフルーツを飲んでいる感覚。美味しいです。おそらくバナナのとろみなんだと思うんですが、これマイルドなまろやかな口当たりです。あー、もう暑い夏にぴったりです。ここを通るたびに新しいドリンクを試してみるのも楽しいんじゃないかなと思いました。大阪コリアタウン歩いているだけでもどんどんお店が増えているなと思いました。辛い、甘い、爽やか、しょっぱい、もう全て楽しめるワクワクする街ですので、皆さんもぜひ足を運んで一緒に楽しみましょう。アンニョン。드문드문우리말이나오는것도반갑고익숙한음식과물건이나오는것을보면역시가깝구나라는생각이들었다가
최근도쿄코리아타운인근의독도는일본땅이라는문구가새겨진포스터가잔뜩붙었다는뉴스를보면참멀고도가까운나라라는말이떠오릅니다물론두가지를따로봐야한다는분도계시고이해하지만씁쓸한마음이드는건어쩔수없네요여러분은해당영상을보고어떤생각이드시나요영상을시청해주셔서감사합니다구독과좋아요는영상을만드는데큰힘이됩니다